さあ今週も始まりましたニキビ目安箱。ティーンズの大きな悩みであるニキビを正しく解決していこうというコーナーです。今週も化粧品ブランドレスタンスの安子内さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いします。今回もアメリカ村にいる人たちにニキビに関する悩みの声を聞いてきています。それではこちらの VTR をどうぞ。ニキビができやすいんですけど、すぐなかなか治らないです。チョコレートとかピーナッツとか食べ過ぎたらすぐできるとか聞きます。ということなんですけど、はい、確かにチョコレートとかピーナッツとか食べたらニキビができるって聞いたことあるんですけど、実際はどうなんですか？そうですね、ニキビに限らず、こう皮膚炎を起こしている時に、皮膚科のお医者さんとかが、スパイスとかこう刺激が強いものを食べないようにっていう風に指導する場合が多いんですけど、なぜだと思いますか？やっぱ、その辛いものってこう刺激されるから、その刺激がなんか肌とかにも伝わって出ちゃったりとか。そうですね、ほぼ近いところで、やっぱ刺激が強いものっていうのは、例えば、カレーとかキムチとか、こうスパイスがいっぱい入ってるものを食べると、こうちょっとこう汗かいてきたりとか、こう血行がこう良くなってきて、こう熱くなってくるような感じってありますよね、でそういう、こう汗をかくとか血行が良くなるっていうのがポイントで、やっぱそれがちょっとこう皮膚炎を悪化させちゃったりとかするんですね、なので、そういう食べ物を、食べた後は食べるのはもうね、食べたい時に食べちゃうかしょうがない話なんですけど、それを食べた後っていうのはこう気をつけて、ニキビができている時であれば、汗が出たり皮脂が出たりしてるので、その後しっかりこうお肌のスキンケアとかをしてもらうっていうのが、大事になってくるんですね。なるほど、なので、チョコレートとかピーナッツとかを食べるとニキビができるって、よく言われてるんですけど、正直なところその因果関係ってただ分かってないんですね。ただ、そういうものを食べると、胃が荒れてしまってニキビができてしまうとか、あとその油脂分っていうかピーナッツとかこう豆類って油脂が多いので、そういうものを食べ過ぎるとこう皮脂分泌が盛んになってニキビができやすくなるとか、いろいろ言われているのは事実なんですよね。なのでどうしてもね、そういう好きな、どうしても食べたい時に我慢するっていうストレスよりは、なるだけそうですね、こう適量、こうちょこっと食べるぐらいで、食べ過ぎには注意する形でなんかこう取ってもらったらいいのかなとは思います。じゃやっぱり、食べたい時は食べて、でもその時に食べ過ぎないように注意すればいいんじゃないかなという感じですね。わかりました。このコーナーではキスナーの皆さんからニキビに関するお悩みを募集しています。キス FM のホームページからリクエスト&メッセージをクリック、番組名ティーンズボイスを選んでいただくか、アメリカ村 TV の動画再生ページからお送りください。待ってます。